まさか初日から飛ぶということをお電話で伺った時に正直驚いたんですけれども、入社式は、まあ、こんな感じでフライトで、あれ堀江さん毎日やって毎年やってるのかなと思うんですけど、いやいや多分今年初めてで、僕たちのビジョンは上質な感動と豊かさに満ちたライフスタイルを創造するというところです。やっぱり机の上だけじゃやっぱり感動とか本当の豊かさってなかなか気づけないと思うんですよ。その大学の頃から好きだったインテリアを仕事にできることにとても喜びを感じております。ベルトしますね。じゃあここから合図が出てくる。合図は風の抵抗があるので後ろに持ってかれる。事例、大久保瀬などの、令和3年4月1日をもって住宅事業部設計が勤務を命じます。令和3年4月1日、株式会社堀江代表取締役堀江隆子、頑張りましょう。すごく楽しいなっていう、もうその一点ですかね、強いのは。飛びながら、上から見るとこういう感じなんだと思いました。田んぼとかもすごい上から見たことはなかったので、こういう感じになってるんだっていう感想です。いやでも、こんなことしてもらえると思わなかったので、すごい期待が高まったというか。いい会社ですね。はい